来ましたよ。沖縄ですよ。沖縄ですか。すするをもてなせ沖縄もてなしツアー。イエーイ。うわ、リアスもおもてなしをされよ。お目が高い。はいさーい、ねそれお、なんや急に、こっちサビラー、意味それ意味それってことで、はい、2日目始まりましたね。なんとか天気も持ちこたえております。 ね珍しくね、珍しくね。もう向こう終わってるっていうか、あなたたちの背景ももう雲ですか、ね、あ、ほんと、ほんとだね。今日もじゃあビバロックしていきましょうってことで。なんでその曲なん、もっとあるやろ、チェストとかキリキリ舞とかさ。それもなんでそれだろ。そっち系なん。チェストとかキリキリ舞とかそっち系なんだ。ワンフレーズ系、ワンフレーズ系って言うな。まあ今日もどっぷりと沖縄をしていこうということでね、はい、大丈夫ですか、体調の方とか。あ、全スイッチ入ってる。急になんかな。なんか飲まれます、大丈夫ですか。アセロラドリンクですか。あ、ありがとうございます。行きましょうか。はい、行きましょう。ラーメンかけたらしいハンビ店に来たぞ。その目の前には天下一品もあるぞ。イエーイ、ラーメンストリートですな。ねえ、本当にケンタッキーもあるやん。すごいじゃん、沖縄やな。本当、なんてこったい。ライザップあるやん。おぉ、こうちゃん、ライズアップ沖縄にもあるよ。イエーイ。ちょっとね、気になってたやつがあったんで。ルートビアのドライブスルーですからね。あ、これドライブスルーなんだね。ドライブインもあるけど、ありっちゃありだね。あ、ハンバーガー屋だわ。あ、そうなんだ。あ、ちょっとどうするそんなガッツリとは思わなかったわ。確かに。うわ、ドリンク飲めるぐらいの感じ、ね、でもなんかモーニングセットみたいになったから。確かにモーニングセットそれぐらいでいけるかもしれない。いいですよ。見える？ハムエッグサンドでしょ。ハムエッグサンドのセット、ナンドックのセット、ルートビアでジュニアメルティのシングル17番1つ。まあちょっと向かっておりますんで、トゥスルさんをもてなすためにね。これももたなす、もてなすためのサプライズだからね。そう、これそうなんだ、サプライズ。うわ、ルートビアじゃん。ちょっとそのパッケージみたいな見せてよ。その、確かに、あ、かっこいい。わあ、いいな、なんかアメリカ感あるな。この A&W って何なの、ね、元はファーストフードチェーン、ドクペセブンアップの手に移り、今の感じになったらしいよ。なんか癖の強いドクペだから。一口ちょっともらっていい？あ、すするがね。おもてなしさせて。そうです。するが。まず一口目もあげなかんからね。あ、やべやべ。申し訳ないっす。おわ。やばくない？わ。やばいよね。本当。でもうまいっていう人の気持ちもわかん。やったぜ。やったー。やば。なんかテンション上がるな、この。なんか包みとかがなんかこう、ね、全然すごいいいんだよね。いい包みだよね。すごい。包み持って帰ろうかな。食べて食べて。どうもシンプルな。ーわあ、パンにね。めっちゃ美味しそう。朝ごはんとして最高じゃないですか、ね。朝ごはんって感じですわ。朝ごはん。いただきます。何それ。いいよ、食べて。うん。うまーい。マヨネーズソースとかの絶妙な酸味が。じゃあ俺も。あのりさんバーガーか。ジュニアの。そう。何がメルティしてるの？チーズ。何も見えへん。パン重なってるだけだ、ね。食べますね。うまー。あ、うまい。よかったよ。一口もらおうかな。あ、逆だった、逆だ。お、あ、え、あ、こっちか。ああ、ぶらぶらぶら。ちょうどいい、ちょうどいい。非常に。こんぐらいがちょうどいいわ。まあ、いいね。うん。どう？最高。うん。チーズがアメリカンで最高。ね、絶妙にリゾートに遊びに来た時の、はしゃいだ朝ごはんみたいな、ね。あ、わかるわかる。その感じマジであるな。なあ、やっ、本当にそうだからね。いや、ほんまそうやからな。テンション上がって。ということでね、次の場所に向かいましょう。行きましょう。ちょっとやっぱラーメン好きでしょ。好きですね。うん。ラーメン来ました。はい、あざす。おめでとうございます。おめでとうございます。昨日ね、ラーメン食べたんでね。そうだね。今日はつけ麺、つけ麺、試行会。お目が高いわ、その。ありがとうございます。さすがです。どこですか、ここ。ここつけ麺ジンベイっていう、ちょっと遠くまで来た、うん、沖縄市の方だから、中の体とちょっと遠いけど、もう10年ぐらいやってるし、沖縄でつけ麺を。おお。手ぐらいは歴史がある。まあ、そう。うん、つけ麺のみですよ、メニューは。ね。すごいね。こだわりを感じるよね。お箸どうぞ。まだす。お箸どうぞ。ああ、もうもらったんだよ。限定やん。シガーさん。あ、シガーさんした後から使う。ああ、もう限定やん、限定。ワンシーサー失ったら今。ワンシーサー。でか。シーサー。確かでかいやん。7だから。7種類分にしそう。7種類。はい、早速いただいてみます。
ピタルさん好きなんですよね。本当、うん、普通にうまい。おー、いいね。なんかがすごい効いてる気がするね。麺うま、麺めっちゃうまいな。いくらそっち聞いたら何かが、これ何だ、鳥なんじゃないか、鳥、これ鳥って書いてたから書いてただけかい普通の魚介とこちょっと違うよ、鳥っぽい。この辺はまたメインチャンネルで詳しく。これ何やねん、だから味とかじゃないから、この楽しさを、このチャンネルは味とかじゃない、雰囲気やから。たまり醤油うめえな。あ、本当？シーカー入れるとどうなりますか。シーカー入れるとね、だいぶエイサーに近づくわ。多分エイサー出た。まあまあ入れても変わらんねん。思ったより入れて大丈夫。うん、ベースがもうすっごいしっかりやから。シーカーさんどうなんでしょうか。思ったより深いわ。深い、うん、さっぱりするかなと思ったけど、さっぱりっていうよりなんか酸味で深いわ。そうなの、うん、いや分からんけどね、味のチャンネルじゃないんで。うち味じゃないんで。味のチャンネルこっちやん。いろいろね、ノリなんでうちは。麺も程よい中だからなんかもうだるなってけんな。ね、こんぐらいやったら全然釣りやすいよね。めっちゃいいつけ麺。さあ戻っております、那覇の方にね。那覇の方に、はい、ちょっと国際通りをね、せっかくだ、うん、ね、せっかくチャールズ初めてでしょ、だって、まあ、国際通りそうだ、練り歩いてはないね。ああ確かに、昨日ちょっと覗きはしたけどね。沖縄来たらね、やっぱ国際通り一応ね、やっぱりまあなんか買いたいしな、ね、やっぱ沖縄的、うん、沖縄のね、お土産も、うん、なんか食べ物もあったらいいけどな、ちょっと軽くね、せっかく軽くでいいんですよ、軽くだよ。タコスとかやる。ああいいじゃん、いいじゃん、ああいいじゃん、ちょうどいい。沖縄あるある、なんかある。メダルコーナーでババアがめっちゃ出してるメダルいたけど超出てたからな、ほんと沖縄のおばあがめちゃくちゃ出してた。運転してると交通、うん、おばあちゃんが運転してる、まあ、おばあちゃん多いなっていう、やっぱり確かに運転。あと Y ナンバーね。あ、 Y ナンバーびっくりした。外国の人が乗ってた Y ナンバーね。すごいな、 Y ナンバーっていうのか分かんないけど、ね、そうするあるかある、時間止まってる感悪いよね、いい意味で。さっきその沖縄市とかの方行ったら割と建物とか古めだったよね。ああそういうことな。そう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 いう意味で、うん、のんびりね、時間が流れてるということで、ね、写真を取り戻すために今沖縄来たオープニング撮ってますぐらいのテンションも送る。 OK。 おさあということで、おおい、どこ来たんですかこれ。お沖縄に来たぞ。おーい、すごい恥ずかしい対向車線でふうめっちゃ見られてるから、恥ずかしいみたいなのあるから。確かにそう見えて沖縄だね。おー、いやー、メンソーレー、メンソーレー、ハイサーイ、ハイサーイ、シュラさーん、シュラさーん、なんでもいいから。ミミガーン、ミミガー、全部言ってくれんで、全部言ってくれんな。フィアットフィアットフィアット前にいただけだから。さあというわけで沖縄ね、うーん、いやー沖縄ってやっぱ沖縄なんだよな、どうしても。本当に沖に縄って書きますから、うん、うわすごくない、沖に縄だよ、すごいよ。どういう意味、山水と糸編、山水と糸編、すごい山水と糸編、やば、プッシュに注目すな、ね、俺初めてだから沖縄。確かに初めてはね、結構いいんじゃないですか。真新しくない、なんか全てが、全てが真新しいね、新時代ですね。時間止まってる言うてない。もう着くよ、着くぞ、やったー、来たー、国際通りだ。昨日この辺通ったな、通った通った、そうだな、出た、ヒーロー、いや、ええねん。モンパチやねん、モンキーパンチ、ヒーロー、モンキーパンチじゃないだろ、モンパチ、モンキーパンチ。あ、ルパン三世で、じゃあココントザしようぜ、ココントザ、海の生き物、海の生き物、いいね。俺な、じゃあ、はい、ジェンブーシャメン。似てねえ。やばいな。すする、急ぎんちゃく、全然ダメだ、全然ダメだ、むず、ヒートレちゃーん。一番惜しくはあるな。あ、やった、惜しいんだ。あ、俺な、ルパン三世、あ、ちょっとうまいな。でもウルルン大好き入ってるけど。さあということで国際通りですね、暑い暑い暑い、暑いんです、湿気がね。まずはじゃあお土産がてらタオルを買う、あ、タオル欲しい、汗拭きタオルをね、ね、僕がじゃあ選びます。もう他選ばせていただきますね。あら、いいんですか。あ、ちょっとじゃあ対決しようか、どっちが気に入るか。あ、いいです、そうしようか。あ、2枚欲しいとこだった、ちょうど。そうしよう、そうしよう、オッケー、おもてなそう、おもてなそう、やったぜ、タオルでおもてなし。はいさーい、いや、アロハって書いてるよ。はいさーいってことで、それにタオルをあげようのかい。ださいよ、もう、はい、暑いんだから。はい、まあじゃあ、はい、どうぞタオルから、どうぞ、プレゼン。何おー、プレゼンが雑やな。マフラータオルだ、ね、ですから、おお、いいよ、お、いいよ、なんか書いてる、縛りよって書いてる、縛りよ、縛りよ、縛りよ、あれ、いいね、長、アントニオ猪木みたい。あ、だからこれで拭いてくださいよ。お、いいね、こういうね、お通し系のブルーシールか、ブルーシールの、いい、お、めっちゃいい、これ頭に巻いて、これはかけて、そうそう、
アントニオ猪木やん。城島さんだけど。ほんまやな。絶妙にここが出てんのがクソダサい。かっこいいよ、かっこいいよ。かっこいいね。かっこいいよ。いや、俺のクソダサいはかっこいいってことやから。あ、なるほど。方言やからな。方言やから。すごい。沖縄弁で。クソダサいさ、かっこいいさだから。そうそう。こんな感じで、まあ、国際通りも楽しんでいきましょうか。イエーイ。ラーメンとして生きる。として。あ、匂いがやばいもん。このタコスメ。おお、出た。ということで、じゃあ帰りましょうか。